こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。では、お題を出します。いきますね。はい。はい。大好きな大好きな人から自分の好きなプレゼントをもらった時の表情。もっと面白い。OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、今のが一番いい顔してます。ね、やっぱ嬉しい気持ちはで表しやすいね。じゃあさっきの続きでいきますけども、お寿司わさびが一杯食べました、どうなりますか？ね、涙も出るからね。涙も。いいね、いい表現力が素晴らしい。OK。はい、そしたらね、どうしようかな。どうしようかな。高齢者の方に質問をするときにお話がわからない人もいます。はい、長くお話をしてもん？って人もいます。はい、なのでさっきやったおトイレに行きませんかだとしますね。そうそうそう、おトイレに行きませんかだったら、相手の人がうんかうんって言える。わかります？はい、わかります。はい、でもおトイレを何時に行きますか？わかる？何時に、そうそうそう、何時に行きますかって言われてもわかりづらい。答えが難しい。うん。なので、はい、いいえで答えられるような質問、うん、ご飯を食べませんか？そしたら、はい、いいえ、どっちか。うん、わかる？はい、ご飯をいつ食べますか？はい、いいえは難しい。うん、からお話が分かる人にはいつ食べますか？ OK。 お話が分かるのが難しい人は食べますか？はい、いいえの方がいい。うん、から相手によってね、この人だったり
この人だったり、人によって変わります。うん。だから、この人はお話がわかる人。はい、こっちの人は分かりにくい人、はい、でそしたら話の仕方が変わりますよね、はい、っていうのを、その人によって考えないと